こんにちは。日本学術書道会の田村喜覧です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、樹山の樹色、夏季に蜜です。山は長寿の象徴、青々と生い茂る樹山の佇まいは山の随気を感じさせる何ともめでたい景色であります。テーマから樹山の樹色、夏季に蜜を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。